はい、トールのアニメ感想置き場です。無能な7の5話を、見ましたので、感想と考察を共有していきたいと思います。はい、今回もめっちゃ面白かったですね。やっぱりこう、1話1話の出来と、そしてそのつながり、素晴らしい、作品だなというふうに思いました。はい、一応自分はアニメだけを見て話をしていってますので、まあちょっと先のネタバレ的なね、ことはご遠慮いただければと思います。はい、ネタバレ苦手な人でもね、はい、まあ6話以降のね内容に関するネタバレ苦手な人でも、安心して見れる動画にしていきたいなというふうに思っていますのでよろしくお願いします。まずですね、まあ全体的な話としては。今回は、まあ、常吉のですね、まあ、策略にですね、まあ、踊らされる7というか、うん、振り回される7と、そして最終的にはその後始末までの、そんな感じの話でした。はい。でですね、いや、まずはまあ、毎回ね、本当に面白く作ってるなって、具体的にはね、後ほどね。なんていうかね、初めてやなと思ったのが、この遠慮なく殺せるね、クズはね、クズは躊躇なく殺せるみたいなことを、ね、言っていたんでね、その通りで、なんていうか、本当に悪いやつ的な、まあ言ってまだ中学生の悪、まあね、悪いガキンチョレベルなんですけど、遠慮なく殺してしまうだろうってね、ナナも、ね、躊躇なく殺せるやろうっていうような、初めての敵では、あるかなっていうふうに思いますね。要は、印象が極端に悪いキャラクターっていうのは、かなり、珍しいんじゃないかなと思いますけど、そんな中ですね、うん。やっぱりここですね、スピード感があって、アドリブを要求される状況における頭脳戦なんですよね。こう、じっくりと万全に構えていて、で、どんな手も打てる状態でベストな手を打てるっていう強さ、知略的なものじゃなくて、まあ、与えられてる情報の中でなんとか、できるだけ早く結果を出さなきゃいけない場合の、頭脳戦っていうところがね、2話以降ずっと書かれてるっていうところで、ね、ここがね、面白いところですよね。はい。うん、なんていうかこう、まあ、なんか、今回は本当にナナがいかにしてこいつを殺すかっていう話になったわけですよ。今まではどういう落としどころなんだろうっていうのをね、気にしていたんですけど、今回はもうこいつ殺すの決定やわっていう感じで、見てるっていう、ね、そういう感じなんですね。はい。そういう状態での、まあ、我々は見守ってるんで、こう、だいぶこう、ナナの思考とも偏ってくるんですよね。じゃあ常吉側の視点で見れるかっていうとそういうわけでもなくて、おそらくそれぞれがどこまで何を考えてるかわからない状態でのね、見え方っていうところで、面白かったですね。なんていうか、7は7で、こう、内心の言葉を喋ってはいるんやけど、そこも全てを話してくれてるわけじゃないんでね、こっちとは認識のズレが出てくるところは面白かったと思いますね。はい。言ったら、例えばこう、7的には、この、ミチルが常吉を直してしまうパターンもあったわけなんですね。そういうパターンもあったから、ベストに動けるかっていうと、それこそ写真をもっと早い段階で、ね、常吉が家を出た段階で、まあ、処分したりね、入り込んで処分したりっていうね、いろんな小細工をね、できる可能性はあったんですけど、でも、下手なことはできないんですよね。結果が見えていたわけですから、7的にはね。そんなわけでね、なんかこう、これはベストな動きじゃないように見えても、でも実はベストやったのかもしれんし、ベストじゃないにしても、あの状況下においてはしょうがなかったのかもしれんっていうところが、結構ちゃんと担保されてるんで、なんかこう違和感なくというかね、引っかかりなく見れるんですよね。この作り本当にいいなというふうに、思いました。まあ、人それぞれの、感じ方はあると思うんですけどね。はい。でですね、なんていうかね、それも、つながって、結局今回はどう常吉を出し抜くかっていうね、7が常吉の能力にどう打ち勝つかっていう話をね、書くっていうところが最初に示されて、そこが最後にまでね、書かれたっていうところやと思うんですよね。なんか細かいところを言って、例えばこれが2つに、2話にね、分かれてね、描かれるようなね、話やったとしたら、おそらくは、7は多分常吉が、その、7に襲いかかっても大丈夫やと思わせてね、確信を得れるような仕掛けをもう一つぐらいしてたと思うんですけど、例えば、
そうですね。まあ、その晩の、常吉の、まあ、予知念写によって、まあ、別の生徒と常吉が会話してるみたいな、映像、写真が出てきたらですね、常吉は、その夜までにそいつと会話しなければですね、明日以降確実に自分は生きてるわけやから、体育倉庫に行っても大丈夫や、みたいな、そういう、認識が持ててですね、まあ、その写真を、まあ、ナナが、夜中にこう、常吉が今まで撮った写真の中からうまく騙せる写真を、チョイスしてすり替えておいたみたいな、そういった、やり方をしたりすると、確かにこう確信は持てるんですけど、そういったことはしないんですよね。組み合わせによってね。まあ、要は未来予知の写真、まあ、倒れて常吉を発見する、まあ、京也たちの写真を、ナナは見ていたからこそ、まあ、常吉が、その、油断していてですね、結局、そこまで頭が回らずにですね、来て殺されるところまでが、運命として決まっていたっていうところで、今回の話はちゃんと終わってるわけなんでね、そこのディテールを詰めなくてもいいわけですよね。なんか、すごくうまく作ってるなって、そんな感じのことを思いました。ナナ的に問題やったのは、その後の、アドリブをどうつなぐかっていうところで、いろいろ大変やったんかなっていうふうに思いましたね。このあたりがとてもいいですね。なんかすごくバランスがいいですね。はい。考察要素としてね、やっぱりこういろいろ考えれる部分残ってるわけですよ。常吉のね、推定殺害人数が50万人ってなってね、常吉のまあ予知能力がどういう方向性で、認められて50万人になったのか、これね結構いい加減な数値かなって自分はちょっと思ったりしてるんですけど、これが結構ちゃんとしたね、数値やとして考えてもですね、この予知能力で50万人どうやって殺すんだろうっていうのはいろいろ考察できてね、楽しいとこかなというふうに思いましたね。他にもなんかミチルちゃんが普通に舌で舐めなくても普通に毛が治せていたというかね、傷を防げていたのでね、がっつり防げていたのでね、舐めてたのは何なんやっていう、そういう部分とかね。まあ、考察してもよし、しなくてもよしっていうね。そういう部分もたくさん残ってたのも楽しいなと思いましたね。そしてやっぱりこう、引きですよね、今回はね。なんというか、言ったら今回の引きはかなり完璧だったなというふうに思ったんですね。今までのね、引きを見ていくとですね、1話の終わりは、実はこいつが、殺人者だったっていうね、ナナが敵だったっていうどんでん返しですね。そして2話のはね、終わらせ方としてね、華麗な殺害がね、終わってね、完了してね、エンドっていう、そういう感じで。で、まあ3話の引きは、華麗に殺害エンドの絵見えてですね、なんと敵がですね、不死身やったっていうね、そんなんありかやってね。なんでサスペンスにおいて不死身のやつ出てくんだよってね、そういう話になりますね。で、4話はそれに関連して、まあバレてなければね、証拠がなければ大丈夫っていうところで証拠を叩きつけられるっていうね、そういう話だったわけですね。そして5話に何が来るかっていうと、今度は、7がどんどん追い詰められていく形でね、変わっていってね、今度は追い詰められた7がもうこれはミチルを殺しに来てるよなっていう、そういう引きなんですよね。毎回切り口が違って面白いですね。なので1話1話がしっかりこう収まっていて、さらにそれぞれの話数がちゃんとつながってるっていうね、いやこれは本当に完璧な作りなんじゃないかなと自分は思うんですけど、どうなんでしょうね。そのシナリオだけを追っていく、できたことだけを追っていくとそこまでね衝撃を思ったりしないと思うんですけどね、これはなんかすごく世界にね入らせてくれるように作られていて素晴らしいと思いますね。はい。じゃあまあね、一応今回のね、やりとり、まあ僕が解説みたいな考察とかする余地はほぼないと思うんですけど、まあ構造としてやっぱり面白いなっていうふうに思いましたね。うん。なんか普通やったら結構無理が生じていたりやとかね、まあ偶然が重なってる要素っていうのは当然あるんですけど、今回はまあ言ったら運命を見据える能力者っていうところで、そのあたりは結構こう、わかりやすいというか、納得がいってしまう部分。そしてまあ、この普通の状況の中学生常吉もこのタイプの、キャラクターはもっといろんなことしてきそうな感じなんですけど、言ったら常吉って、まあ、元は真面目やったわけですよね。で、まあ、要は挫折を経験して、なんかこうね、言ったらこう、ね、なんていうか、建前なしに7を襲う度胸もなく、で、自暴自棄になっていて、まあ、運命決まってるから努力無駄じゃんっていう、そういう感じのスタンスのやつなわけですよね。なんで、まあ、言ったら考えは基本的に浅いし、
覚悟とかも基本的にはないってね。ただ体力面では7よりもはるかに強いってね、そういうことだと思うんですけど、この性格をある程度把握しておいてですね、そして能力者は自分の能力に絶対の確信を持っているっていうことを考えるとですね、結構理にかなってる行動をしてるんですよね。あとまあ我々結構忘れがちですけど、7は心が読めるってことになってるんで、常吉的にはその策を巡らしたりすること自体は常吉視点では意味があまりないことってね、いうふうに思ってるわけですよ。だからこそまあ7にあえて近づいたっていうところは多少あるんじゃないかなと、そんな感じのことを思いましたね。このあたりやっぱり不用意に、感じるんですけど、イメージでは不用意に感じるんですけど、詰めていくともしかしたらこれは理にかなっていた可能性が結構高いなっていうふうに思えるところが多いですね。特に未来は絶対って、思っているところが今回のまあ話の分かれ目になったんですね。言ったら7はですね、なんというかこうね、両方想定して動いているわけなんですよ。なんか7的には未来が運命は変えれる可能性もあるし、運命が変えられない可能性もあるから、どちらも想定してあがかなあかんっていう風に動いてる感じが、結果的には何もしなかった常吉を上回ってしまったっていう部分ですよね。で、常吉の考えが結構浅い部分とか、もうあるはあるんですよね。それこそ写真のすり替えを警戒しなかったのか、まあこの点は自分の能力絶対意識してるからないかもしれませんね。今日やぐらい、ちゃんとこう疑える人間じゃなかったら無理かもしれませんが、それも含めてもね、7が死んだからって自分が無事とは限らなかったり、すると思うんですけどね。このあたりの考え足らずも含めてですね、7が見ていた倒れている、ね、常吉を発見される7の写真通りやとするなら、これも含めて運命的であったと、いうことになりますよね。結局自分の能力が自分の浅はかさを裏付けされているっていう結構皮肉な構造なんですけどね。で、結局は、まあ言ったらこう、常吉的には、ね、無理やり襲うだけの覚悟はないんやけど、ちゃんと大義名分がね、あるならっていうところで、結局こう、自分の身の安全と下心を兼ねて、天秤にかけてね、下心を取ってしまったわけですね。ここに自分の能力の過信もあるわけなんですけど、まあまあと7にやられてしまったってね。このあたりですね、だから、本当にこのあたりを、物語の肝としてやって、どう相手を出し抜くかっていうところをストーリーにしてじっくりやろうとしたら、おそらく2話ぐらいに分かれて書かなきゃいけなくなるんですよ。で、まあそうすればおそらく7がまあ常吉に確信を持たせるだけの仕掛けをやる描写やとか、常吉側の思考だとか常吉側の思惑とかがね、結構表に出てくるかなと思うんですけど、今回その部分はあまり見えずにね、終わったっていうところなんですよ。ただそれを見せて2話かけて書いたら面白くなるかっていうとね、おそらくはね、これはねそうしなかったんでしょう。多分ねセリフも多くなるし、今回の話をまあ際立たせるなら1話にギュッと濃縮してね、そういう部分でですよね。この辺りのねバランス感覚がね素晴らしいですよね。まあ常吉はまあお互いに見えてることは結構少なかったりはするんですけど、まあその常吉視点としては自分が要するにその襲われることはもう受け入れちゃってるんやけど、自分が死なないことをね確信したいなってね、そういうところですね。逆に言うと7がその自分を襲った後に死んでるところを確認することによって、自分は安心やっていうふうに思えるので、7の死は確認したいんですよ、積極的にね。で、そこを思わせて早く殺したい、7的にはこの写真がもっと先である可能性もあるんやけど、多分月の形で言っていたので、まあ数日後かもしくは1ヶ月後2ヶ月後っていう先になるかっていう部分が分からなかったんでしょうね。で1ヶ月後2ヶ月後になっていくとより問題はね、深刻化していくので、7的にも早くね、終わらせてしまいたいってね、早くそう思わせて体育倉庫に行きたいってね、お互いの利害がね一致してしまったんですよね。結局常吉はやられてしまったとね、そういうとこですね。で、これをじっくり2話かけて描くのが、この作品の売りとしていいのかっていうと、そんなことはないんですね。7自体に、こう結構若干洗脳されてる節があるというか、思考の偏りがあるから、なんていうかね、
あのそこを売りにはねしないんですよ。ナナの超絶頭脳プレイを売りにはしない感じなんですよね。なんか他の作品とかとも言えることなんですけど、なんかこう例えば世界にこう神様っていうものが出てきたんやとすると、神様が出てきてしまったんやったら、もうこの世界の謎みたいなもののをこう暴いていくため、暴いていくことを魅力的に書くのってすごい難しくなっちゃうんですよね。神様がそう作ったからって言われてしまったら話が終わっちゃったりしますからね。他にもなんかこうね、なんか愛とかいう言葉がね出てくるとですね、まあ、基本的にいろんな動機をね、肯定してしまうので、一体犯人の動機は何なんだろうって思った時にですね、愛的な要素が出てくるとですね、うまく料理するのがね難しくなったりね、そんな感じにしますよね。このあたりのやっぱりバランス感覚を難しく、難しさを、まあ、うまく料理してる感じですよね。うまく料理できてないものとかにたまにこう、例えばこう主人公を、まあ、よく描くためになぜか頭がいいって言われてるね設定の敵キャラが急にアホになるみたいなね、そういう違和感とかがね発生してしまうことはねあるんですけど、そこをやっぱり上手に調理できてるんだなというふうに思いました。そんなわけで、お互いの目論見がですねちゃんとあって理解が一致していたからこそ話はトントン拍子にね進んで、見てる方としてはすごいスピード感でハラハラしたね、サスペンスを楽しむことができたっていうところでね、本当に良かったと。で結果的にはやはりこれはナナがちゃんと自分が運命に抗おうとあがいた結果勝つことができたっていうね、そういう常吉との戦いやったのかなというふうに思いましたね。いや面白かったですね。ちょっとあのうまく自分が説明できてるかはわからないんですけど、とても満足のいく回でした。はい、あとやっぱりね良かったなっていうか、その見せ方毎回変えてきてですね、今回もね抜群に良かったというところなんですけど、ホラー的な引きがねいいですよね。これねめっちゃ怖かったですね最後ね。そのそもそも、今回の戦いがですね、常吉っていう、まあ、ね、遠慮なく殺せるキャラクター、ナナはね、クズに遠慮はいらないなって言ってましたからね。で、視聴者的にもそういう気持ちなんですよ。ナナはどうやってこいつを殺すんやろってね、そういう気持ちで見てるわけですよ。で、それで常吉倒してよかったなって終わるんじゃなくて、この回においてですね、ナナはちゃんとこう腕力ではね、常吉に圧倒されてるわけなんですね。つまり、ナナは、その本当に無量やし、力の意味でも無力であると。そういうところがちゃんと示されてですね、そしてその上でですね、ここなんですよね。最後、そんなナナでもこれは確実に殺せるよね、この子はっていう、ここに危機が迫るっていうね。ここに来て殺害対象側の視点でね、ナナの脅威が迫ってるっていうね。いわゆる最弱側の、視点側に、まあ、危険が迫ってる感じで引きにするわけですよね。前回と言ったら真逆の構造なんですけど、弱いものが強いものに食われる構造としてはね、すごくいい引きっていうね。これはね、上手ですよ、見せ方が。本当に。そして、ナナがどん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 追い詰められていってるっていうことですね。ナナも慎重に行動することが限界になってきているので、おそらく、ここでミチルを殺すことに何の躊躇もないんですよね。ね、この構造もうまいんですよね。ナナがどん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 前回まで追い詰められてて、どうするんやどうするんやってこう見ていて、見ていてどうやるんやろうって思ってるところで、今回ミチルの視点になってナナが迫ってたら、それはもう殺されるしかないやんっていうね。この構造も上手だなと思いました。そして絶妙なんですよね。次回のタイトル、ネクロマンサー。死体を操る能力的なものなのかなと思うんですけど、ここでこう暗示されるのはですね、ミチルが死んでも、ミチル含めて話を続けられそうな要素っていうことですよね。いや、これはちょっとね、容赦なく殺されるっていう、殺されるための要素ちゃんと揃ってるっていうところが、いい引きだなというふうに思いましたね。毎回形を変えていてこう来るかっていうところを見せてくれるのね、いや本当素晴らしいと思いますね。はい、まあ、本編の話は、これぐらいで、ちょっとまあ、別のこともね、いろいろコメントとかをいただいたんでね、考えてみても面白いかなと思いましたね。ナナの能力があったとしたら、もしくはナナに何かの能力をですね、かけた何者かがいるんやとすると、いろいろ、別の話もあるのかなと思いましたね。自分が前回言っていたのは、ナナは自覚のない変身能力があるのかもしれないって言ってたんですよね。今回、常吉の追求をかわすための手段としては、変身能力を持っている能力者がクラスに一人いれば、いろ
ろんなことが説明したりごまかしたりできるわけなんですね。今回それがなかったっていうことは、まあもしかしたら今後出てくる可能性が、あるのかもしれないし、全く出てこない可能性もあるのかもしれないっていうところなんですけど、京也も奈々も、髪が白い部分あるよねっていうようなコメントがあって、あ、確かにって思って、もしかしたらやっぱりこれ妹なんじゃねって、そういうこともね、考えられますね。で、その場合は、多分記憶や精神に対して干渉されてるっていうね、そういうことだと思います。まあ、ナナは洗脳教育的なのをね、受けてきたんやなというふうには思うんですけど、まあ、これがですね、超能力者によるものなのか、その政府のによるものなのか、組織によるものなのかわからないんですけど、場合によってはなんかこう、超能力によって精神がコントロールされてる可能性はあるのかなと思いましたね。あと、まあ、お前みたいなやつを送り込むのがちょうどいいっていうセリフから、本人は全く自覚はないんやけど、ナナが、ま、死亡したり、なんか、危機的状況になった時にね、発動する、まあ、それこそ細菌とか爆弾とか、そういうやばい能力が持ってる可能性もゼロではないかなというふうに思いましたね。なんか組織がね、信用できないんで、この辺加味する必要が、あると思うんですよね。そしてですね、そう考えるとやっぱりもしも中島くんが生きてたらって思いますよね。中島くんが生きて自分に向けたもの以外の能力も無効にできるようにですね、能力を成長させていればですね、例えば変身能力で変わっているナナの姿が元の姿に戻ったり、記憶とか精神がちゃんとね元に戻ったりっていうことがあり得たかもしれないんですよね。で、ナナが、それこそ細菌兵器や爆弾的なものをね、抱えている存在だったとしても、中島くんやったらなんとかできたかもしれないっていうね。つくづく中島くんが生きていて、ナナの洗脳を解くルートがもしあったんやとすると、みんなで力を合わせて政府に立ち向かうっていう、そういう世界がね、あり得たかもしれないと思うと、なかなかやっぱりこう、エンディングから思うところが、あるなと、そんな感じのことを思いましたね。はい、皆さんのね、予想や妄想なんかもね、教えていただければと思いますね。こういうのをね、考えているだけでもね、楽しいですね。はい、そんなわけでですね、あとまあちょっとサブタイトルがなんかね、その自分はそのこのタイトルのズレは何なんだろうと思ったんですけど、要は1話は、1話から順番にその出てきた能力者の能力が書いてあるんやけど、3話と5話だけ違うんですよね。能力者 VS 無能力者っていうね、そういうタイトルがついていて、で、実際戦ったのは能力者っていうところはおそらくは常吉やし、こっちの能力者はおそらく京也やと思うんですね。それぞれが持っている能力は不老不死と予知無念者的なものやと思ったんですけど、なんていうかそういうものとしては別に能力者 VS 無能力者って書かなくても良さそうな感じがしたんですけど、まあこれはなんか7と対立する形になった場合につけられる能力なのかなっていうふうにはちょっとね思いましたね。あとはその京也の能力が不老不死じゃなくて、その能力を隠してるからこういう書き方を、したのかなというふうに思ったんですけど、まあでも今回は一応予知無能力、ね、予知無を念写する能力自体は間違ってなかったっぽいんでね、それはないのかなと思ったんですけど、どうなんでしょうね。なんか3話だけね、こういうタイトルやったなら不老不死じゃない可能性はね、出てくるんですけど、このあたりなんだろうというふうに思いますね。そして6話ね、ネクロマンサーですね。死体を操るってね、ミチルさん逃げてほしいですね。はい。とはいえまあ、常吉の死体もあるわけなんでね、そういったところが絡んでくるのかもしれませんね。はい。楽しみにしたいなと思います。そんなわけでね、今回も大変、楽しむことができましたのでね、次回も期待して、見ていきたいなというふうに思います。皆さんのね、感想もね、教えていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回ありましたらよろしくお願いします。